some reason it feels like I'm blowing through this a lot faster than I did the original A Realm Reborn cutscenes. I think it's because most of them are just one cutscene. Anyways, let's continue. して見るがいいっす。これがオイラたちが作ってる船、名付けてマナガッターっす。第七西暦宣言の後、俺たちは一時的に親方の元を離れ、タイニーブロンコの後釜としてこの新型飛空艇の試作をしていたんだ。なかなか活かした船だろ。こいつらの基礎設計がしっかりしていた証拠だ。変属性クリスタルを使った属性変換機構、あの機構の原理を応用して周囲のエーテルを風属性に変換し、特殊加工したハンプで捉えて浮力を得る。そのアイデアを聞いたときは、さすがの俺も舌を巻いたぜ。ただ、ちょっとばかし弱点もあるっせ。この変属性クリスタル式浮行装置は、まだパワー不足なんだ。船体を浮かせるほどの浮力を得るには、風属性のエーテルが濃い場所であることが条件となる。簡単に言うと、飛べる場所と飛べない場所があるってことっす。それに近頃じゃ、イシュガルドの大型飛空艇建造で作業が止まっていたこともあるしな。完成には少しばかり時間が必要だぜ。Oh my goodness. タタルさん、そんなに慌ててどうしたっす？皆さん、ここにいたですね。ウルダハからすんごい情報が入ったのです。ナナモ陛下に関する重要情報です。よし、マナカッターの準備は俺たちに任せておいてくれ。なに、暴風の壁を突破するための機構もしっかりつけて準備しとくぜ。お前たちは牛親父たちを助けてやってくれ。General summons.